はい、今日ですね、またね、北朝鮮がミサイルを飛ばしてきたんですよ。今日の、朝7時ぐらいかな、青森と、北海道の間を、まあ、通り抜けるような感じで、で、まあ、太平洋側にね、ミサイルを落とすということで、また飛ばしてきたわけですけど、もうこれね、慣れちゃってね、またかよって感じでね、一応 J アラートっていうのが、まあ、北海道とか、まあ、そっちの方で鳴ったみたいなんですけど、まあ、J アラートにね、びっくりするんですけど、もう北朝鮮のミサイル自体にはみんな驚かないっていうね、ちょっとおかしな状況になってるんですね。実はね、僕昔ね、朝鮮総連の前で抗議活動とかもやってたんで、世の中はね、そういう風になっちゃうことにちょっとね、実は危機感を持ってたんですけど、もうついに自分もね、そういう風になってしまったっていう風な、感じなんですね。結局、日本の方向にミサイルを飛ばしててもね、まあ相手にしてるのはアメリカだからね。ミサイルっていうのも問題なんですけど、北朝鮮何が一番問題かっていうのは独裁体制ですよね。ミサイルっていうのはその独裁体制を守るためのミサイルだからね、国防のために自分の国を守るっていうことで核武装なりねするんであれば、僕はね認めるところも実はあるんですよ。ただね、あれはね、国を守ってるわけじゃないですよ。金正恩の独裁体制を守ってるんですからね。北朝鮮の国民はね、ますます困ってるわけですよ。民生に本当は回らなければいけないお金が全部兵器につぎ込まれて、それで、さらにね、世界的な制裁を受けるわけで、北朝鮮の国民はね、ああいうことされて困ってるんですよ。だから、僕はね、北朝鮮の国民にね、すごい同情してしまいますね。また、右翼のね、人たちが、まあ、抗議をするんですよ。で、まあ、それ抗議はいいんですけど、北朝鮮けしからんとかね、日本の国防をもっとね、もっと強化しなければいけないとかね。まあ、だから、あんまりね、もう大日本アスポでね、出ていく余地はないんですけど、まあ、僕はね、違う側面で訴えたいとすれば、北朝鮮の国民がかわいそうだよっていうことは、まあ、言ってあげたい。僕が朝鮮総連の前に抗議をしてたっていうことを先ほど言いましたけど、拉致問題のこともありましたし、その時に脱北者のね、日本にも脱北者いるんですけど、そういう人たちがね、混ざったりとかね、そういう風な運動でもありました。ただね、右翼の連中がまあだんだん多くなってきてね、そいつらがヘイトスピーチをわめくんで、まあ僕ちょっとね、だんだんいたたまれなくて、そこから抜けたんですけど、でそんな中でも言ってるね、脱北者の人とかもいるんですよ。その人たちはね、本当味方を選べないからそういうところに行ってるんですけど、まあそういうところに勝って行ってました。だから僕は朝鮮のね人たちと一緒にねなって、金正恩独裁体制を倒したかった。日本人とね朝鮮人、いろいろね歴史問題とかで揉めてたりします。まあ歴史問題やってもいいんですけどね、現在進行形でもっとひどいことがね行われてるわけだから、それに対してね協力できないで歴史問題っていうのをずっとやっていくのはねちょっとおかしな考えなんで、僕はね朝鮮人と日本人が一緒になってね、日本人にとっても拉致被害者の問題がありますから、朝鮮の人たちと一緒に北朝鮮問題を解決したかった、金正恩を倒したかった。だけどまあどうもちょっとそういうふうにはいかないです。結局、ああいう北朝鮮のろくでもない国であれ、あれがね、崩壊してしまうとね、このアジアのね、バランスがね、崩れてしまうんですよ。そうすると、まあいろいろね、困る人たちがいる。日本の人間だってね、北朝鮮から難民がね、押し寄せてきたらね、困るとか言うわけでしょ。だからね、結局ね、僕らけしからん、けしからん、キム・ジョンけしからん、北朝鮮けしからんとか言いながら、崩壊したら困るからってことで、なんだかんだ言って北朝鮮を守ってるんですよ。まあ非常にね悲しいですね。北朝鮮みたいな地獄が続いていることで僕らの生活が保たれてるんです。北朝鮮を本当に解放したらね、地獄の蓋が開いてね大変なことになるということで、みんなね蓋を開けないんですよ。それで金正恩に文句言ってるだけだから、不道徳な平和だと思いますが、ただそんな平和であれね、まあ、そこで暮らしていかざるを得ないんです。だから本当にね悲しいと思いますね。ミサイルが飛んできました。そのことで、まあ、皆さんいろいろね抗議したり、まあ、文句を言ったり、日本政府何やってんだ、もっと怒れよ、
まあ、反撃しろよなんて言ったりね、まあ、言うんですけど、まあ、実際はねそういう風にはならないですよ。キム・ジョンがミサイルを飛ばすから国民は飢えてね、ほんとかわいそう。ああいう地獄に生きている人たちを助けないでキム・ジョンに文句を言っているだけの僕らの平和ということをね自覚して、せめて自覚したいと思います。はい、今日は以上です。